みんな元気だね。本日、兄弟のマグクラ兄弟のためにパクッ、おいしいカチッ。はあ、誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年、そして良い一日になることを願っております。どうしたのマグロというわけで、改めましてどうも皆様、はい、マグニでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。先日はですね、片手までですね、ついつい、エンドラを倒しちゃうというね、偉業を成し遂げた私でございますけれども、はい、せっかくエンドラを倒したので、新しいエンドのエンドがね、生成されるというお話をちょっと聞いていて、ちょっと収録外の方で行ってみたんですが、全く同じエンドだったんですよね。全く同じエンドのエンドだったということはですね、私が前エンドのエンドで見つけきれなかったエリトラ、探しに行くしかないんじゃないかということなんですよ。何度エンダードラガンを倒しても同じ世界にしかないんだから、きっとそのエンドのエンドにエリトラはあるでやろうということです。またやりたいことがね、いっぱい増えました。何とんかつ。超懐いてんだけど、このとんかつ。何どうしたの今日の好み。難易度ノーマルで、しかもロックしております。ロックなってない。マジなんですよ、これ。あれなにこれどういうこと？ロックなってなかったよね、昨日の動画。オプティファイン入れたからか。あれオプティファイン、昨日の動画入ってなかったかな。確認してみよう。難易度をご説明しておきます。ノーマルでございます。ノーマルで、しかもロックしております。窓がおしゃれでテーマパークみたいでかっこいいですね。さすが神。うん。私は神だ。はい。粘土の建築の家ね。あれがですね、テーマパークみたいだという、表現をいただきまして、ちょっと私ね、ちょっと嬉しかったのでご紹介させていただきました。テーマパークっぽいって確か言われてみるとそんな気がしてきましたね。何とんかつがさ、押してくるんだけど。0.15.0 のベータ版が昨日出ました。追加要素、すごいですね。ベータ版なんでまだリリースされてないと思うんだけど。で、そこにこの中で気になるのが、観察者、何に使うか不明。観察者、オブザーバーはすごく有能なブロックですよ。それがアップデートのメインだと言ってもいいくらいじゃないかと、早く PC にも来ないかなということで、PC には来ていないアップデート内容。観察者、オブザーバー。これって一体何なんですか？エンダーマントラップの地下がところどころ破壊されている理由は、いっぱいあるな、おい。以外の全てのブロックを破壊可能。エンドラが地下を飛んでいた時にブロックが破壊されたのでしょうということで、エンドラは地下も飛んじゃうわけだ。エンドストーン以外がぶっ潰されていたってことは、結構地下まで飛んでるし、しかも攻撃範囲がすごく大きいんだということが、こちらの先生のコメントで判明したということです。皆さんね、ぜひ、エンドでなんか作る際はね、地下に作るのをちょっと気をつけた方がいいと思います。地下だからといって破壊されないとは限りませんのでね。はい、それではね、ご無沙汰の手直しとリクエストのコーナー。まずは動画の確認だ。あ、これのことか。こんな感じ。見えたね。オートジャンプが気にいらないのであれば、ここでオフにできますよということで、オフにさせていただきました。新しい機能なのに申し訳ございません。ちょっといろいろとやりづらいんですよね。彼に名前を付けてあげてということで、名前を付けようと思うのですが、はい、そこでこちらのコメント。ケーキ食べるとき、とんかつって言ってるけど、豚死んでないしあげてないよねっていうね、コメント。まあ、確かに知らない方はそう思われるかもしれませんが、とんかつくんには、一つ経緯がございます。昔の動画、ちょっと概要欄と、右上の愛から見れるようにしておきますけれども、私、マイクラの音を収録し忘れた回が、一回ございまして、地声で交換を入れた時がありました。この豚が、登場して、この豚の、アフレコというか、声入れをですね、私が自分の声でやったんですね。その時に、こんな感じの声。ブーブー、とんかつだけは勘弁してくれね。はい。とんかつだけは勘弁してくれと。とんかつにだけはしないでね、と。彼が、言ったわけですよ。まあ僕が言ったんですけどもね。で、それ以来彼のことを私はとんかつっていう風に勝手に呼んでるので、とんかつという名前が定着しているということでございます。まあ僕の中でですけどもね。こうなんか、いろいろとあれからまたね、オプティファインの、1.10 の部分が、リリースされていたって話、昨日してないか。で、されてて、入れてはいたんですけど、どうだったんだろうな。俺がでもプレイした時もしかしたら、オプティファインじゃなかったのかもしれないね。そして何しに来たの？名札。いただきまーす。はい、それでは、彼にとんかつという名前を授けたいと思います。正式にね、君の名前はこれからとんかつだ。今日はですね、エンドのエンドへ旅に行きますよ。この間旅したばっかりだったんだけど、なんか旅した感覚がなかったよね。旅っていうか、完全に台集めてただけでしたから。うん。ある意味こう、ハラハラドキドキっていうのはそんなになかったでしょ。うん。まあだから今回ですね、ちょっと冒険に出たいと思います。経験値溜まってないから、新しい斧を作るのはですね、また今度にしたいと思います。一応ね、こちらにもダイヤこんなにあるんでね。これからまあエンドにちょっと攻め込むわけなんですが、また一つちょっとこれ、ね、やりたくなってきて、最近、そうだ、見に行きますか。これね、コーラスフルーツでしたっけ？コーラスプラントか。で、コーラスフルーツがこの先っぽにあるやつなんだよね。うん。これも完全に伸びきっちゃってもう何もないけど、うるさいな、カチ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 。スライムかな。すげえカチカチいってる。ね。このコーラスフルーツを、こう、なんて言うんでしょうかね。こう効率よく育てるための方法とかって結構いろいろ調べさせていただきまして。で、ある兄弟からですね、動画を教えてもらってですね、それを見ると、あ、なるほど。すっごいなっていうのがあったんで、それをね、また今度作りたいと思ってるんですよね。ボルト君行こう。それでは、マグクラ兄弟の幸せを祈願し、みんなに明日、より良いことが起こりますように。アンマグロ大名チップエリトラ、はい、無事エリトラが取れることを願っていきたいと思います。さあ帰ろうボルト。それではね、エンドいきたいと思います。今日中に見つかればいいんだけどね。一応ですね、収録外で道の整備って言っても知れてますけど、ちょっとだけやっておりますんで、そちらもね、後ほどご報告したいと思います。 OK だね。じゃあ行こう。なんか忘れてないかな。ちょっと今まで無駄話しかしてないけどね。400回もエンドに来るんで、しばらく昨日の動画から、ずっとエンド的な動画になると思いますけど。マグロ、行きまーす。やってまいりました。エンドはね、相当ね、安定しているので、描画を最大にしとこうかな。それでも全然 FPS 安定してるよね。さすがエンド。昨日の戦いの残骸はそのままでございます。特に整備はしておりません。綺麗にしたいっちゃしたいけど、まだね、エンドではもう一回戦いがあるので、それ以降ですね、こちら綺麗にしていくのは、エンドポータル?要するに、エンドのエンド、なんて言うんだあっちね。新しいエンドに行くところの、ポータルのところをこうやって整備させていただきました。ちょっと簡単にですけどね。はい、プルファブロックね。で、こうやってね、プルファブロックの階段使ったりとかで、やってると、やりたくなってきまして、建築もね。じゃあ向こう行きまーす。大丈夫？あ、怖え。ギリギリ。まあ、落ちることないと思うんだよ。こっちにワープしてきた瞬間に。はい、それではね、描画距離最大にしております。私の、マシンスペックでもですね、一応落ちることはないようですが、はい、とりあえず降りてみましょう。前どこまで行ったんやったかな。前行ったとこ行ってもしょうがないので、すっげえ遠そうだけど、あっちのちょっと大陸目指していきたいと思います。なんか斜めが速いって言ってたよね。こういうこと？こういうことか。はい、速いのか遅いのか分かりませんが、この状態で、ちょっと目指したいと思います。とりあえずね、見えていた大きな島の方までちょっと向かいたいと思いますんで、このままね。エリトラは見つかるでしょうか。見つかるといいんですけどね。もう最近じゃですね、師匠もですね、エリトラをゲットしちゃいましてですね、私ぐらいじゃないかな、エリトラ持ってないの。せっかくエンドラね、片手まで倒しちゃったわけだから、そのままね、ちょっとエリトラも取りに行こうかなと。いうふうにちょっと意気込んでるわけでございますけれども、ちょっと慣れないことをしてるからちょっと怖いな。ちょっと怖くなってきたな。ちょっと怖い。ちょっと待ってね。おー。あ、そんなに離れてないか。ちょっと慣れないので、これでいきまーす。もう落ちたくないからね。あー、でもやっぱスピードちょっと違うかもしんないね。あ、速いわ、やっぱり。あ、速いわ。慣れないけど、これ慣れないとね、いい検証ができた、今日は。危ねえのがいっぱいいるぜ。これ目合わさないかな。大丈夫かな。見たことになんないよね。よし、ちょっと真ん中の方まで行こう。このまま。あー、手が疲れる。あー、ここまでやってまいりました。で、ちょっと途中でまた、あの人に登場されるとまずいので、先にちょっと松明だけ設置させてくださいね。よし。それでは降ります。あっちに島があるの見えたけど、気持ち悪いね、この光のこの感じ。松明出して、ちょっとね、高さを多少上げて、バッチリ、バッチリ。やっぱりでかい島なんだな。どうやって繋がってんだろう。わかんない。これ表示のバグかもしんないんですよね。ちょっと怖いな。まあ、ちょっとね、地味な感じな動画にはなりますけどね。これ見つかればいいんですけどね。見つからなかったらより地味になっちゃいますけどね。向こうの大陸がバグじゃなくてちゃんと表示されてることをね、祈りつつちょっと行きたいと思います。これね、ずーっと押してるでしょ。シフト押しながらこう。今だと W キーと、ね、S と W ずっと同時押ししてるんですけど、どの指を離していいのかちょっとわかんなくなってくるんですよね、これね。ずっと押してるから。怖いね。恐ろしいね。ちょっと待ってね。ほら、今もちょっとわかんなくなっちゃった。ほら、喋りながらやってると怖い。あ、ちゃんとあるわ、大陸が。割と時間かかんなかったですね。よいしょ。くっそ、また端っこにやってきたわけなんですが、結局、まだ何一つ見つけられておりません。あとはもう直感に従っていくしかないっていうところで、まあ、行ったことのないところの端っこに行けばまたね、状況が変わるでしょうから。ん、来た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 、来ました。おお、ぴったりぴったりやってきたぜ。ここの土地にはあるでしょうか。ちょっとエンドストーンもらっておきます。マジで見つかりません。もしかしてダイヤ6裏ダイヤ1スタックで運を使い果たしたのかもしれませんね。それではですね、ちょっと作戦を以前見つけたエンド、シティの方に変えたいと思います。エンドロットでもいいね。道しるべ的には。ここには、もちろん行ったところなので多分もう何も残ってないんだけど、これブロックかなんかで上に上がってみた方が周り見渡せるのかな。これ今手持ちのこの、あー、やっちゃった。相変わらず強いな。ちょっと上がってみますね。今左に見えてるやつはネザーラックで行ってるからやっぱ見えてたやつなんだな。あー、見つかんないね。やっぱりそんなにね高温が続くわけはないね。ダイヤ60、ダイヤ64個ね、そこで運を使い果たしちゃったのでしょう。収録終えてね、もうちょっと探して、次の動画ではですね、少しいいお話ができるように、やっておきたいなと思います。もしくは、エンドシップの存在しないワールドなんかあるんでしょうか？もしご存知であれば、コメント欄の方に、いただければというふうに思っております。やっぱりなんかちょっと描画距離の関係で、ちょっと見える時と見えない時だったりとかするんですよね。これ左側に見えるはずなんですけどね、右か。右側に見える。あ、見えた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 。あれは言ったやつですからね。面白みのない動画となりましたが。はい。それでは。あ、おお、これにって、あー、キーボードと互換性もいいっちゅうね。それでは画像紹介いきましょう。ほな画像、こちら。かわいい。かわいい。これ、カズさんと俺だね。カズさんがちょっと丸顔になってるね。ちょっとかわいいです。続きまして、6歳の娘ちゃんがね、お嬢ちゃまが作ってくださったということで、私の、画像でございますね。というわけでですね、今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ほな。